はい、こんにちは、こんばんは、白銀の肌です。今から FGO の雑談動画やっていきたいなと思います。今回は2017年のハロウィンイベですね。なんかもう明らかもうなんかネタかっていうぐらいに変な感じになってるけど、まあやっていきたいなと、雑談していきたいなと思います。で、やっと入れたばっかなんで、なんか自分としては後々多分イベント勝手に進めてるでしょう。で、イベント限定星音サーバントメカエリちゃんまたはメカエリちゃん2のどちらかを選んで獲得しようということで、なんか選択式になったんだね。びっくりしたよね。なんだこれって思って、まあ自分はね、ちょっとエリちゃん赤色じゃない方の銀色の方を選ぼうかなと思ってるんですけど、2かな、2号の方をやろうかなと思っております。で、これだね。前半と後半に分けて解放されますって書いてるね。で、ゲットできるのはどちらか片方のみ、どちらかを選んで加入させましょうということで、これどうなんかな、その来年になったらまたこのイベント復刻してメカエリちゃん2選んだ方はメカエリちゃんを普通に選べるようになるのかっていうのがちょっと分かんないから、まあ、ここに関してはまあ完全的な好みだね。どこだ、この本当に銀色のやつにするか、まあ、赤色が混じってるエリちゃんにするか、まあどっちかっていう感じなんで、まあどちらもいいと思いますね。性能的には多分両方とも変わらないと思うんで、というか変わってたらダメだと思うんで、まあどちらもいいかなと思います。で、スケジュールとしては10月25の、まあ、6時つっても、まあメンテが終わったの7時ぐらいだから、まあ7時から、11月8日の1時まであるのかな、あ違うわ、11月8日まで、イベントは行われるんですが、この3日後の土曜日からまた新しく後半がスタートか。じゃあ前半のうちにまあできるだけやっといた方がいいよって感じだね。で、これケーブ姫でいいの？俺これさ、読み方がさ全然わかんなくてさ、ケーブ姫でいいのかな、違う、なんて読むのこれ、違う、おさかべ姫っていうの、全然わかんない、読み方って難しいですね。まあおさかべ姫と一緒にやっていこうっていう感じで、これはどちらかっていうと空の境界式だね。うん、なんかまあここのところのやつで達成したミッションっていうのが100ってなってると思うんですが、まあどちらかっていうと空の、落挙式っていうべきか、まあそこら辺のクエストなんで、まあそこら辺に関してはまあ後々また攻略というかそんな感じの動画上げますんでよろしくお願いいたします。で、あ、ここも忘れてた、第一得意点クリアした人しか、参加できないんで、まあ第一得意点クリアしてないよっていう方は、まあ早めにクリアした方がいいと思います。で、メカエリちゃん選択権で、はあ、ははあ、クエストをクリアして選択権をゲットしてイベント報酬でまあどっちかゲットしようって感じだね。エリちゃんは一体何を目指してるのか分かんないけど、まあいいか。あ、書いてるね、メカエリちゃんとメカエリちゃん2号に能力の差はありません。名称、イラスト、フレーバー、バトルキャラクター、ボイスおよび絆霊装のイラストとフレーバーが異なります。じゃあ絆霊装なんかコンプしてる人とかってさ、はあ、コンプできないってなるんだね。嫌がらせだな、来年まで待ってって感じか。で、お得情報としては、メルトモアクとしているサーバントじゃねえな、あここか、この下側のキャラクターだねは攻撃力威力アップいたしますので、まあここら辺の持ってるキャラクターに関してはガンガン使っていこうって感じなんだけど、まあ星4しかいない。うん、で前回ハロエリが、うん、ハロエリじゃねえか、ブレイブエリちゃんが配布だったんで、まあ基本ブレエリ主体で戦っていくのがもしかしたらいいのかもしれない。見事に星音しかいねえな。で、メルトモアクが、あ、キヨヒーがいるのか。はあ、はあははあ。あ、これどういうことなの？メルトモアクも関係あるのかな？まあ、メルトモアクとしては、キヨヒーが一人いるんで、まあ、そいつもアップするのか。そいつっていうの変だな。星さん、キヨヒーだけなの？全部ゴーレアじゃん。で、攻略方法2としてはエネミーの追加条件、追加出現率アップっていうのは、まあ、前回2016年のハロイベやってる方に関しては、まあ、ほとんどわかると思うんで、まあ、ここはちょっとスルーしようかな。
でガチャの霊装でドロップ数がアップするやつが出るから、まあ星3霊装ぐらいはフレンドガチャ回して1枚ぐらいゲットしといた方がいいんじゃないかなと思います。で、これが多分あれだね、バスター性能アップと防具威力 10% アップなんですが、これ確か多分ね、2017の夏イベのダイブトゥーブルーと一緒だと思うんで、 NP50% になってバスター性能上げて防御威力上げてくれるんで、まあこれは絶対作っといた方がいいね。でここら辺もまあ作れるんだったらまあとつっちゃって作っていい感じかな。おーすげー、ロボット感あふれる、いいね。でクラス、アルターエゴのメカエリちゃん、アルターエゴが初めて配布されたね、エリちゃんが。ただもうエリちゃんはどこを目指してるんでしょうね。うん、よう分からんけど、まあ面白いからいっか。で、まあ B ペレットを使って再臨を4回繰り返すと変わりますよって感じだね。うん、はんはんはん、まあそこら辺は放置か。でまあ宝具のやつは見たかったら YouTube の方で見れるんでって感じだね。で2017年の交換期限に関しては、10月25から11月15までなので注意が必要ですって感じだね。で、最近のクエストでインフェルノちゃんとかパライソ、そこら辺当てた方はマガタマ交換しといた方がいいと思うんで、まあマガタマ交換できるんだったらそれを優先かな。それ交換した後に、多分モニュメントとか、あ、概念霊装か、概念霊装をやったりとかモニュメント交換していくっていう感じでいいと思います。まあここら辺に関しても後々ちゃんとした動画でやっていこうかなと思います。で E リアクターがサイリン素材のやつか。んーで、本イベント中リアクターは1つのみ入手可能です。メカエリちゃんに交換した場合は、あーそういうことね。まあリアクターはどっちかゲットできるよっていうのと、まあ宝具レベルアップ用のこのアイテムがゲットできる感じか。まあ特にここら辺に関しては、まあどっちか好きなんやればいい。というか、メカエリちゃんかメカエリちゃん2、どっちか好きなん選べばいいって感じだね。で、ハロウィンビルドでは高難易度が後日発表されますと。で、チャレンジクエストは、終局得意点クリアした人と、ミッションとクエストを全てクリアした方限定になるんで、あ、伝承結晶なんで、まあゲットできるんだったら、ゲットしといた方がいい感じかな。でハロウィンのキャラクターの2分の1キャンペーンがスタートということで、まあここら辺のやつ強化アクエと魔界の物語半減されてるんで、やれるんだったらやっといた方がいいって感じだね。あ、そっか、カーミラさんもリニューアルされてるんで、まあカーミラさんに関してはリニューアルしている状態のやつで、まあまた運用してみたっていう動画作ってみようかなと思います。あー、コピーされている。でこっからは普通にあれ、ハロウィンじゃなくて、なんだ、UI の改造だね。サーバンの絆のやつに関して、サーバントのボイスというか表現も解放されると。で、このエネミー消失演出を自動短縮する機能追加ってあるんですが、これめっちゃ早いんで、なんか、普通に Twitter のやつ見てたら、割と早かったんで、まあ、周回効率上げたかったらオンしといた方がいいと思います。で、オート機能は、これはありがたいね。あのポチポチするのめんどくさいなっていう方はこれをして、ああなるほど、はあっていうのもできるから、まあいい感じかな。でサーバント強化及び強化、あ、縮小機能を追加したってことだから、まあ縮小機能ってことはこれ大きくもできる感じか。あ、でかい人はでかい人で、中ぐらいは中ぐらいで、小は、ちっちゃいやつはちっちゃいやつでっていうので、好きなように変えれるようになった感じかな。んでここからですね、ハロウィンピックアップ召喚。これ何姫ってさっき言ったっけ？おさかべ姫のピックアップが開始されますよと。で、それ以外に関しては、エリザベート・バトリーのランサー、カーミラ、新宿のアサシン、フヤ、サツ、エルドラノのバサカがピックアップされるね、日替わりで。で、霊装も上がりますよって感じか。うん、
ただこれこの姫に関してはね、聞くかわからない。まあ理由としてこのキャラクターがどこだったっけな、どっかにね、工場入りするって書いてたんだけど、どこ、あれ工場って書いてなかったっけ、ああったこれだね。姫はピックアップ終了後ストーリー召喚に追加されるっていうことで、まあ2年ぶりのアサシンの工場追加なんで、まあ無理して、ね、引きに行くっていうことはしないでいいかもしれません。まあ引けたらラッキーって感じだね。でまあ日程のピックアップがこんな感じにありますよって感じだな。けど俺一回引きに行くのかもしんないね。で方言室に関して、方言室に関しては綺麗だった、すげえ美しかったって感じだね。でアサシンに関してはこれは結構珍しいですね。珍しいというか初めてじゃないかな。味方全体の防御力をアップしてクイック性能アップ、そして最大 HP アップなんで、まあサポートキャラクターでスキルも確か NP 付与、味方に NP 付与確かあったと思うんで、まあ、まだ使ってないけど、まあ情報で見ただけなんだけど、まあそれもあるから完全的にサポートとして運用していけばいいんじゃないかなと思います。まあ、もしフレンドさんで引いて、姫を育成してたら、まあ、運用動画上げてみようかな、ぐらいかな。うん。という感じだね。で、まあ、アルターエゴのエリちゃんに関しては、やっぱアルターエゴ、ライダー、キャスター、アサシンのクラスに有利な、まあ、有利クラス取れるんで、まあ、ゲットできるんだったら、ゲットしといた方がいいんじゃないかなと思います。ただ、まあ、どうだろう。ミッション的にね、多分ね、これね結構しんどい系のやつだと思うから、まあちょっと早め早めにやっていくんじゃなくて、のんびりやっていきながらも、なんか最終日にあやっと全部終わったみたいな感じのスピードでいいんじゃないかなと思います。でまあその後、これの回り方の解説動画は、まあ、このやつ雑談上がってから明日ぐらいに上がってるんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきまし、最後まで、見てくださりありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録は右上の登録画面か下の赤いボタンをクリック。再生リストは下の説明文から、おすすめの動画は左の画面に表示されます。それではここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。